ようございます。ここまで来たんだけどさ、バッテリー忘れて空だった。おはようございます。急遽すいません。いえいえいえ、大丈夫です。あ、持ってかれた？DJ にしちゃいました。まあ JJ で正解だったでしょ。迷ってたんですけど、心ついて開けたら DJ しか入ってなかった。今日はアイスランティック3台ですね。エグゼクティブマネージャーも喜んでんじゃないこれ。北海道？あ、そう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 。雪はね、俺ら行ってた時はそうでもなくて、ミッキーたち行ってた時すごい降ったでしょ。ね、はい、田中家の時はもうドパウだったみたいだよね。なんかすごい辛そうでしたね。そうそう。俺ら行った時は降った後ぐらいで、でも雪残ってたよ。うん。結構残ってた。なかなかいい旅だったわ。八甲田編が楽しみですよ。どんなドラマが。じゃあ一本流す？はい。どのリフト？あっちリフト？これもう一回行きます。これ行く？はい。じゃあ行きましょう。え？やっぱり内臓わかんない。何回来ても覚えられない。もうよくわかってない。じゃあ今のリフトで一分流しましょうか。ね。いや、インナーするともうパンパンだな。これ汗っていつもしねえからな。今日は。ね、行きましょう。はい、このリフト。ゲレンデとかも大丈夫？かなりいいですね。帰ってこないんでしょ？でも、あ、帰ってくんのか。サイドカーブでこう。でも、うん、でやっぱりこの、この伝統のそのなんかの反り具合みたいなのは感じないですね、うん、やっぱり。へえ。この倒して、ぐって曲がってる感じがする。あのなんか乗り方によってはテールがなんかそのまま残ったまんまになるっていうんですかね。あ、こういって戻ってこないんで、はいはいはい、なんかこうずっと噛んで360度回るぐらいのイメージあるよね。じゃあね、最後噛んじゃったらね、ニューンって上に気持ち悪いっすぎて。大晦日、あれ30日か、初日なんか滑ってなんかあれなんか俺シーズン初日だからやっぱ下手になってると思った。なんか全然違ったっていう言いたか。自分で操作してないと、うん、なんかあの結構足バッて取られたりとかたまに。その操作感がまたいいんだろうね。3番のねいいところなんだろうね。もうダメだ、ボードとそうだった。ロッカーでやっぱりあのサイド入ってるから乗ってる場所結構なんか僕の中でピンポイントだなっていう感じだよね。5バックどう？5バック大丈夫？5バック全然大丈夫、はい、3バック大全然大丈夫。そうそう、大丈夫。間伐の重たいパウダーと刺さりましたね。ちょっと前行っちゃったらね、常に真ん中キープしてるか、もしくはちょっとかかとぐらいの感じ、うん、あの普通に滑ってる分はいいんですけど、シャドウ変わったところで完全に刺されますね。ちょっと重心低くして、ちょっと後ろ目に乗らないと。
あっち、左の方、いちご、こっちが、こっちが、うん、行こう行こう、あっちでしょ、どちらか結局わかんない、向こうだよね、あれっす、あれっす、あ、こっちだ、あ、今日週末だから、はい、そっかそっか、じゃあまっすぐです、テール乗りすぎた。結構ボコボコだね、最初の2ターンだけだったわ。俺はこっち行くわ、はぁーっ、どこ行きますか？最高でしょ。よかった。気持ちよかった。もう一本行くじゃん、そこ。
上行こう。気持ちいい。ランチタイムですね。こんな感じで、グワイナ何食べるかな。うわ、はい、今日のランチはカツカレーです。よいしょ、甘いようにね。ふぅ、はい、お疲れです。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 お疲れです。こんにちは、お疲れです。はい。はい、はい、お疲れです。はい、はい、はい。いやー、よかったね。いや、でも結構気持ちよかったからよかったな。最高だった。めっちゃ気持ちいい。海食べたい？海冷えてるしね。うん。いや、よかった。はい、というわけで、今日ね、湯沢方面でいい駅滑りました。ありがとうございました。はい。また次回セッションしましょう。さよなら。はい、苗場の夜です。今日はね、お客さんあんまりいないですね。誰もいない感じですね。苗場のナイターはついてました。ちょっとね、ご飯食べに行ってみたいと思います。
懐かしの憩い食堂でね、ちょっとご飯食べてみたいと思います。金曜日？今日金曜日だよね。金曜日の苗場、誰もいません。ジョーブログで見たけど、冬もこんな感じなんでしょうかね。まあ明日はさすがに土曜日なのでね、人はいると思いますが、ちょっとね散歩してみたいと思います。苗場はあれなのかな、宿でご飯食べて外に出ることはないのかな。誰も歩いておりません。今ね憩い食堂で軽くご飯食べて、今日はちょっと早めにね寝て、明日朝早いんで、あと昨日の疲れがねまだ残っているのでという感じですね。あ、渡っちゃいました。あ、ダメだった。いろいろありますよね。ここなんだろう、琉球酒場ですね。ハイサイ居酒屋ですね。ほう、まあ奥はあんまり何もなさそうなので、明日ね何を食べようかなっていうところで。